2023年12月16日午前5時41分、1時間以上前から起こされています。まあ家の中なんで、ある程度の声の大きさで喋りますね。まず寝転んでテレビを見ていたらフェイクニュースの方が流れているのかもしれない。クタクタで働いて帰ってきた労働者、だいたい寝転んでテレビ見ます。テレビ出てる連中、喋ってばっかり、肉体労働してない。普通に座ったら、ちゃんと喋ってきよう。で、あとは、わからない。これ、なかなか特定できない。以前の映像とか、同じニュースを流してきている可能性がある。寝転んでテレビを見たときに。それはルール、法律の制度、防衛でも何でもない。ただ、法の悪用や。まだあいつがテレビ出ておかどうかちょっと見てみます。埼玉、あいつも怪しい。淡井圭介の横を通り過ぎるときにおばちゃんが悪いとか言いながら携帯電話に何か文字打ち込んでた。そんな記録作って一体何なんねん。あいつも警察官の可能性がある。あと一日のモーニングショーに出ていた坂グループの女性アナウンサーになったやつ、神戸市兵庫区の女性の警察官として働いていた。その後働いていた、それとも警察官としてテレビに出ていた。無理やで。そんなところ民間の経済原理でしか給料出えへんで。出されんよ、超高税法なあ。テレビ出て嘘800言ってた奴らが警察官、ふざけんなよ。毎日睡眠不足にさせてきよ。本当のことをバレ始めたら、こんな夜中してどうしようもない。最初から今一瞬だけ音声が出てたんですけども、これでもし動画をアップロードした時に止められたら、それはっきり言って言いがかり。なぜならその辺歩いていても喋ってる声なんか聞こえる。それ音声で証拠は何か出てきた時の記録を揉み消すために行われている。揉み消すっていう言い方が多分晴山整骨院やからやろ。晴山マッサージや揉み屋、ハリキューマッサージはもともと認められてない。中国政府もはっきり言うと、そんなもの科学的根拠ないって。じゃあ医療業界とくっつけば、マットな生き方だった。全然違うよ。行政が真っ黒毛や。中国政府からそう言ってきた。そう言わんかった中国政府の方が偉いことだ。大変なことになるっていうことや。偉いの意味勘違いしようやろ。悪いことしてきたから責任問題で上の方に行かされたのに。それ、逃げたら向こうも電波で攻撃されよ。テレビに映るだけで電波で攻撃されてるのと同じや。いろんな人たちの声が聞こえるから。あの人たちも最後の方の年齢になってから上の方行くから悩む。自分の人生は何だったんだろうって。どこに間違いがあったかなかったか最初から分かってる。こんな夜中無理だって。
な、もうここまでの話聞いたら分かるやろ。昔の中国人民解放軍のその戦車のパレード、夜間を 両手に一個ずつ持って、立ち塞がった人、背広着取った人。多分政府高官の人間や。そのパレードとか言ってしまった人なんちゃうか。で、エネルギーの残存量問題とか知って、こんな軍事パレードなんか知る場合じゃないとか、昔の戦争のこととか。けども、デイビス戦車はもう本当にめちゃくちゃ、元国会議員とかの人間混ざりすぎと。で、警察官の中にも、元国会議員の人たちとかは紛れ込んでる。ただその中には、淡井圭介のことを援護しようと思って、もうどうしようもない、やつら。もうこの辺も悪党で染まってしまった後や。なぜね、一区間の駅の間に、たかが神戸市の電鉄、神戸電鉄、神戸市だけのものじゃないけども、小野市とか三木市とか、三田市まで繋がってるから。なぜ一つの駅の区間に内科と歯医者が個人開業医が10件ずつあんねん。聞いてみた。個人開業医の方ですかって聞いたら違うって言ってる。で、設備等も見た。あれ一台歯医者でも何十万じゃ多分収まらないよ。当たり前やん。あの CT スキャンってあれいくらや、何百万は絶対するやろ。大体総合病院がこの辺りいっぱいあんねんぞ。岡花駅の近辺にアドベンチスト病院と済生会病院がある時点で変じゃないか。総合病院が2軒も、他にもすぐ近くに総合病院あんで、岡場駅のすぐ近くに港北病院、あそこも総合病院や。そんなに人住んでないよ。南の方行ったら大池には総合病院があったはずやで。それとももうなくなった。スーラン台には絶対ある。北スーラン台とスーラン台の間に総合病院が。私のおばあちゃんはそこで亡くなって、淡井圭介の祖母。老人ホームの数もおかしい。それとあと、これ聞いたらびっくりするわ。もう内科と歯科医が10件ずつ以上開業されてる時点で、もう絶対そこおかしいってみんな気づくと思うけども、ペットの医者、4件、増えていった。最後にできたのが桃動物病院。アナウンサーの名前とかよく見て、本当にそのような名前つけると思う。偽証罪や、本名じゃなかったら。しんどい。休みの日でもしんどい。睡眠不足で殺されよ。ええから渡辺裕太と八村で日本に帰ってこい。何回も言ったぞ。スポーツ界へのメッセージが書かんかったら帰ってこないつもりやった。それとも昔の映像を見せられている。もう本当のこと言ってくれ。バスケットボールの普及によって新しい体育館使われよう。お前らは返済せ。バスケットボールで返済しようとするな。一般的な労働でや。
もうこれ以上一般人騙すな。すべてのこと、いらん。韓国は正直に言ってるよ。プロ野球界の一チーム、昔からや。軍や。軍のチームや。徴兵制度がある。今さら、今の時代戦争なんかまずないって言いたいところやけども。アメリカの貿易センタービル、どう考えても AI のコンピューターだろ、本当に突っ込んでいったんだったら。で、2018年にも行方不明になった航空機が完全に行方不明や。探し出せんかったらしい。管制官室と、もう、そのデータ、国の人間との受け答えで、本当にそこに航空機があったのかと。そういうふうなことをどちらかが言った。証言した。どうしようもない、そんな事件。電波、ジャミング、何でもある。みんなこんな世界付き合いきれんよ。イングランド、キングダム、ダム、サッカー、フェイクニュースなのか本当のニュースの方なのかわからないけども、サッカーのプロチームの飛行機が墜落した。全員死亡、当たり前や。昔の話、何十年も前。プロペラ機とジェット戦闘機の間ぐらいの頃の世界だったんじゃないか。まだプロペラ機かな。ハワイケースが小学生の頃はたまに飛行機落ちてた。昔からその辺のニュースはやっぱり嘘はないみたいや。だと思う。もうこんなにめちゃくちゃな世の中で作られても無理やわ。もうちょっと早く確認するわ。斎藤真美がテレビ出とかどうか。それはそれで映像記録して。検閲。政府に情報を回す。多分いろんな国にその内容が伝わるよ。